はい、どうも世界一ストイックな怠け者テケテケです。はい、突然大谷氏再販されて1日経ちましたが、まあ、昨日の再分析動画では、まあ、だいぶね大谷氏いいところばかり紹介してきたというか、まあ、実際めちゃくちゃ強いキャラクターで、まあ、なかなか悪い部分がないキャラクターになるので、まあそんな結果となってしまいましたが、まあ、ただ昨日の動画はあくまでデータ上の大谷氏の火力だったり耐久面の話で、あくまでカタログスペックベースの話になりますので、はい、実際はどうなのかっていうところですね。はい、今日まず今回はこの大谷氏の短期戦ですね、タイマン戦の映像を収録して、でその後間に合えば今日もう一本大谷氏の今度はデッキ棋戦の映像をお届けしていきたいと思います。でまあできればまた明日木曜日になっちゃいますが、大谷氏のボス戦とかそういったところまで収録間に合えばいいですが、ちょっと厳しそうですかね。はい、まあやれるだけやっていきたいと思いますが、まずはタイマン戦から。はい、ということで今回大谷氏のステータスとしてはこんな感じ。戦力1999万、まあ約2000万の戦力で、細かいステータスはこんな感じ。今回は深淵1の声援2の混沌2の日月1というような、まあちょっと最新の声援2のセットがついているタイプの、まあやや現実的というよりはその1段上といったところの大谷氏、まあ、兜なんかもレベル175とだいぶ強化された兜をつけている状態で、まあ、バリバリに短期特化固めていった場合どうなるかっていうところを見ていきましょう。はい、とつて今回も課金編の SKG メンバーと一緒に調査してきたので、その結果一緒に見ていきますか。 SKG メンバーのみんなありがとうございました。さあまずは VS アウグス戦。はい、戦力2380万、約400万格上のアウグス相手にどんな戦いになったのか見ていきたいと思いますが、まず先手大谷氏バージョンから見ていきましょう。はい、スキル1で一気に復活まで持っていって、まあ、倒せなかったんでアウグスの反撃食らって、はい、こちらもサイレー半分まで消費されて、はい、1ダメージ無視で戻ってきました。でスキル2が12回攻撃になるんですが、はい、アウグスのバリア壊した後生後援護に対して殴りに行ってしまい、はい、反射でだいぶ HP 減らされたところをアーグスのスキル2で、はい、反撃を食らって落とされてしまうということで、まあ実は大谷氏、まあこれはリリースの時からそうなんですが、アーグスの生後援護状態にスキル2合わせちゃうと、だいぶ落ちやすいという一つ大きな弱点があります。逆にアーグスが戦闘の場合には、はい、アーグスがサイレー消費させていって、まあ大谷氏のサイレーの単数5ターン以下になると生後バフ剥がしができるので、はい、アーグスに撃砕つけながら復活まで持っていって、生後援護をまとって戻ってきますが、それ剥がしてまた殴って、はい、もう生後援護がないとアーグスだいぶ簡単に倒せるので、スキル2、はい、撃退状態で12連撃、これは持ちませんね。はい、4、5発で落としてしまいました。はい、アーグスとの戦いはタイミングがめちゃくちゃ重要になりますね。さあ、お次、陽線、戦力2300万ぐらい、声援6ですね。格上の陽線、相手にどうなるか、はい、大谷氏先手の場合から見ていきましょう。さあ、座薬撃砕つけながら、はい、バリア壊すのがやっとでしたね。はい、あまり HP 減らせませんでした。まあ、ただ、はい、陽線の攻撃もあまり食らわず、はい、雷害で陽線が先手取って、はい、大谷氏のスキル2、はい、3体目にやっと打てましたが、はい、HP 減ると陽線牽制とか神技とかで HP 回復しながら場に戻ってくるので、1周1巡目では終わらず、はい、5ターン目、はい、今度は生後バフ剥がしながら、はい、牽制と雷害両方とも剥がして神技だけの状態にして、はい、こちらはサイレ4ターンガチガチに硬いので、前段防ぎ切って、はい、スキル2まで全部受け止めましたね。はい、で反撃で大谷氏スキル2で12連撃で格上の予選沈めました。逆に陽線が先手だと、はい、こんな感じでスキル1先手で打たれて大谷氏がスキル1返していきますが、まあ、この時点でサイレ5ターン以下になってれば雷害とか牽制とか剥がせるんですが、まあ、損もいきませんでしたね。陽線の火力が足りずで大谷氏のスキル2、はい、打ってきますが、まあ、雷害とか残ってると落としに行くのだいぶ難しいですね、格上なるんで。さあ5ターン目、はい、大谷氏のサイレー切れたところを殴られて落とされてしまいました。はい、これ重要なのはちょっと巻き戻しますが、はい、何気なく迎えた2ターン目、はい、ここで陽線のターン迎えてきますが、白バフ減らしが、はい、もろに入っていってサイレーこの時点で2ターンまで減らされちゃってるんですね。はい、そのせいで大谷氏のサイレーの単数が一気に減って、はい、5ターン目を迎える頃にはサイレーがなくなってしまっていると、はい、ような状態で陽線に追い込まれて負けてしまうというような結果となりました。まあ、白バフ減らしが大谷氏の弱点になるので、まあ、そこをうまく陽線が付け込んだ形になりますね。さあ、お次、毛利元成ちゃん2149万、これも格上、細かいステータスがこんな感じで、はい、毛利ちゃんのスキル1打っていきましょう。敏捷地ベース防御無視攻撃全キャラ最強のキャラクターですが、はい、一気に最大消費させて、はい、そこからスキル1打ち切って落としますね。いや、強い。まあ、特に、ここら辺の、廃課金じゃない育成隊だと、まだまだ耐久面、おろそかなんで、まあ、一挙動で、毛利ちゃん落としに来ますね。はい、まあ、ただ、火力が足りなかった場合には、大谷氏サイレー、5ターンになってるんで、はい、残影剥がして、一撃で落とすと。って感じで、まあ、基本的には、大谷氏の方が、勝ちやすいのかなっていうような印象はありますね。じゃあ、お次、狩野英徳ちゃん1800万。今度は100万大谷氏が勝ってますね。はい、細かいステータスはこんな感じで、英徳ちゃんの先手から見ていきますか。はい、英徳ちゃんのスキル1で一気に祭礼まで持ってかれて、ここから罪悪十字と箱をもう一回つけれるんですね。状態整理下げながら、
はい、ギリ生き残りましたが、これもほぼ死んでますね。はい、危うく負けるとこでしたが、なんとか盛り返して、はい、影光も聖護バフ剥がしで剥がしながら殴って、英徳ちゃん、あっさり倒してしまいました。まあ、ただ、大谷氏自体も、普通にスキル1でやられるとこでしたね。はい、という感じで、まあ、デッキ戦じゃなくて対マン戦だと、聖護援護だとか、まあ、弱い味方のデコイだとかがないんで、結構危ないんですよね、大谷氏も。はい、大谷氏先手だと、こんな感じ。英徳ちゃん一発で落としてから、はい、今度は聖護剥がしできませんが、もう自力で殴っていって落とすと、はい、いう感じで、まあ、基本的にここら辺の育成具合だと大谷氏の撃砕付きスキル1連撃帽子とか弓章もろに食らったら持ちませんね。さあお次ハンニバル、はい、ガチガチに固めたハンニバルですね。相手に殴っていきますが、まあこれも罪悪撃砕つけながらスキル2の12連撃、はい、これでだいぶ削っていくことができるんで、はい、まあギリギリ獅子ダメージ無視までいきませんでしたが、まあ、これ5ターン目、はい、最大5ターン以下になってるんで、聖護バフ剥がししながら殴って、まあ、どっちにしろ落とせるという感じで、まあ、タワラトータちゃんなんかは割と完封されてしまうハンニバルですが、大谷氏はここら辺も攻略ができるというような強さがありますね。と噂していたら、タワラトータちゃん2250万、約250万格上のトータちゃん、はい、ステータスこんな感じになってますが、はい、まあ、最大のライバルですね。トータちゃんとの試合、スキル1先手で打っていきますが、はい、致死ダメージ無視1回消費させましたね。はい、カラートータちゃんの反撃、いや、これが痛い。はい、最大早速消費されて、最大4ターンからのスキル2、はい、12連撃やっていきますが、1回厳然消費して、さあもう1回、はい、これで合計3回消費させましたね、はい、4回分消費させました。あと1回ですね、致死ダメージ無視残して、逆にタワラトータちゃんのスキル2、はい、トータちゃんスキル2、クリティカルが出るとスプラッシュ攻撃飛ぶんですが、スプラッシュ攻撃っていうのは、はい、ちょっと巻き戻しますが、トータちゃんのスプラッシュ攻撃に関しては、はい、初撃打ったダメージの 100% 丸々ぶつけられるはずなんですが、こんな感じでクリティカルが出た115万のダメージの後、スプラッシュダメージ、はい、28万と、はい、祭礼でカットされちゃうんですね。なんで、トータちゃんのスプラッシュ、祭礼で大きく火力が損失して、はい、大谷氏にあまり攻め込むことができないんですね。なんで、対マン戦であれば、こんな感じで、トータちゃんともまともな試合ができると。はい、大谷氏のスキル1で、はい、最後の厳然復活を使わせて、ギリギリ火力足りませんでしたね。はい、逆に祭礼なくなっちゃったんで、はい、タワラトータちゃんのスキル1で大谷氏が負けるという結果となりました。まあ、しぶといですね。本当にトータちゃんは。はい、逆にトータちゃんが先手の場合見ていきますか。はい、ここで祭礼早速5ターンにさせられて、はい、極光剥がします。はい、極光剥がしながら撃砕つけていって、はい、トータちゃんのスキル2、これは、はい、スプラッシュ、大きくダメージカットできるので、なんとかギリギリですが耐えて、はい、スキル2、12連撃。ここもクリティカルがどのぐらい出るかが大事ですよね。さあ今度は5ターン目、サイレが残った状態で今スキル1を受けているので、はい、しっかり今度は耐えきれて、はい、逆にこちらのスキル1で曲をまた剥がして落としていくという形で勝利となりました。まあ、どっちの白バフが先に切れるかっていう勝負になりますね。まあ、ただ実際にデッキ戦になると、タワラトータちゃん弱い子を巻き込んだスプラッシュダメージ飛ばしてくることができるんで、まあ、大谷氏なんかも簡単に葬っちゃいますね、タワラトータは。さあじゃあ風魔のコタちゃんとの試合見ていきますか。はい、ちょっとコタちゃん戦力1000万ぐらいだったんで、こっちの大谷氏も戦力1300万ぐらいに落として調整しました。まあですが2ターンであっさり勝利と。でコタちゃん用に調整したら、エビちゃん1400万も持っている方いたので、ついでにエビちゃんとも戦ってみましたが、はい、こちらに関してもスキル1大谷氏先手で殴っていって、まあさすがにトハ6ターンだと全然ダメージ出せませんでしたが、まあトハが5ターンになった瞬間罪悪撃砕ついてるのもあって、はい、割とダメージとしてはあっさり、はい、スキル2だけで落とせるぐらいの火力になっていると、はい、感じで、まあ、ちょっとレベル差もあって、クリティカルが出たっていうのが大きいですね。はい、これレベル差なかったら、もしかしたら落とせなかったかもしれませんね。まあ、ただ、それでも、どっちにしろ5ターン目、聖護踏破剥がしながら殴れるんで、試合的には勝てたとは思いますが、まあ、いかに大谷氏スキル2でクリティカルを絡めるのが大事かっていうことがわかると思います。そして、リコー、はい、2100万、100万ぐらい格上のリコーちゃん、相手でどうなるか見ていきますか。さあ、リコーを先手で殴っていくんで、はい、祭礼5ターン消費、はい、半分にされて、はい、聖護バフ剥がしてリコをあっさり倒してしまうと、はい、いう感じで、まあ聖護バフ耐久系キャラクターは高火力なキャラクターほど大谷氏に聖護バフ剥がし発動させてしまうので、まあこんな感じであっさり負けてしまう結果となりました。まあ、逆に大谷氏先手であれば、まず残影を、はい、大谷氏のスキル1聖護バフ剥がしがないので受け止めることができて、逆にリコのスキル1で、はい、祭礼半分まで消費させて、まあ、ただこの12連撃がだいぶ痛いですね。はい、これよく切るのはかなり至難の技なんで、撃砕もついちゃってますからね。まあ、ただ運よく今回は避け切ることがなんとできました。まあ、ただリコのスキルに追い詰めるには、サイレー5ターン以下だと硬すぎて、結局5ターン目聖護バフ剥がしで落とされてしまうという感じで、まあやっぱり強いですね、大谷氏。さあそしてホート2280万、はい、格上のホートちゃんですが、先手で殴られた場合どうなるか見ていきましょう。はい、バリアない大谷氏だと結構ホートちゃんの先手スキル1で落とされちゃったんですが、はい、バリアまで入るとギリ耐えましたね。本当にギリギリ耐えました。これなんでもうちょっと育成具合下の方の戦いだったら、多分ここで大谷氏落ちてましたね。まあ、ただ生存できたんで大谷氏のスキル1、
はい、これ、はい、フォートも意外と耐えて、ただスキル2の連撃回数が多すぎて、はい、復活全部使わされて結局フォートを負けてしまいました。まあ、やっぱりスキル2のご利用しが強いですね。さあそして巴御前ちゃん2350万、はい、スキル1の火力にめちゃくちゃ定評のあるキャラクターですが、見ていきますか。はい、一発消費した後大谷氏、はい、もうすぐサイレ消費させて、はい、そっからも封印と撃退で、はい、スキル1だけでここまで削り切りました。でしかも遅れて封印の遅延防御虫ダメージ、バリア壊れた上で190万のダメージ、だいぶ大谷ピンチなところまで持ってきましたが、封印がついてて大谷しかもスキル1が出せないと、はい、その間に巴ちゃんがスキル2高火力な敏捷地ベース防御虫攻撃で大谷を落としていって勝利と、まあ、先手取れば巴ちゃん大谷の硬いサイレの上から殴って落とすぐらいの実力が十分にあるキャラクターであることが分かると思います。まあ、ちょっとレベル差で10ユーリさんの方が上なんで、クリティカルがまずれたっていうところも大きいですね。ただ逆に巴御前ちゃんの場合には大谷に先手を取られてしまうとあっさり負けてしまうということで、まあ耐久面がだいぶ脆いキャラクターなんで、やっぱり大谷ほどのバランスはこのキャラクターにはありませんね。さあそして2名大谷と同じく1986万ぐらいの戦力、はい、細かいところはこんな感じになってますが、はい、2名先手で見ていきますか。はい、スキル1の箱をつけながらの連撃が強く、はい、サイレ5ターンになっても箱をつけてくるんで、まあ、ここで負けててもおかしくなかったですね。ただなんとか生存できたんで、2名に対して落とした後、はい、東波と影子で戻ってきますが、それも剥がして、まあ、余裕で落としてしまうと、まあ、最新の強キャラ防止の2名なんかも最大5ターン以下になってればあっさり落としてしまいますね。はい、大谷氏先手でやった場合どうなるか、はい、1回落としていって、はい、そのまま連撃続けますが、いや東波と影子が硬すぎて、はい、壊せませんでした。はい、1回下メージ無視から殴られて、今度は持たずに落とされてしまいました。まあ、やっぱり2名も強いですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。まずは大谷氏の対マン戦見ていきましたが、まあ、対マン戦見る限りだと結構負けるキャラクター多かったことに気づくと思いますが、はい、一応それだけ火力はインフレしてきているんですね最近。まあ、ただ大谷氏が強い部分っていうのは獅子ダメージ無視からの抱えてたバフの持ち越しができるっていうところで、はい、これはデッキ戦になって初めて開花できる戦闘スタイルになるんで、まあ、強化間に合えば明日大谷氏のデッキ戦動画出していきたいと思いますので楽しみにしていてください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。あと YouTube メンバーシップもやってるので、テキテキのよりマニアックな情報を知りたい方はこの動画の概要欄にある URL から覗きに来てくださいね。はい、それでは。